皆さんこんにちは。ミステリー小説専門ブックチューバーの阿部氏です。このチャンネルではミステリー小説に関するあれこれを紹介しています。本日のテーマは読者への挑戦状って何です。今回はミステリー用語を解説。なんとなく聞いたことあってもよくわからない方へ、ミステリー小説の超定番、そして人気ジャンルの一つ、読者への挑戦状について解説していきます。今回のテーマは読者への挑戦状。実は以前同じようにミステリー用語解説としてクローズドサークルについて解説しています。ぜひそちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。というわけで今回はミステリー用語解説第2弾。はい、読者への挑戦状って正直ちょっとマニアックなジャンルかと思うんですけど、ミステリー小説ファンの間では超定番、そして人気のジャンルの一つです。とはいえ読者への挑戦状って聞いてもちょっとピンとこないよって方もいると思うので、簡単に説明しておくと、ここまでで手がかりは全部揃ったから犯人を推理してみてくださいというやつです。物語を読み進めていくと終盤の方で突然ここまでで全部、ね、手がかりは出されました、犯人を推理してみてから物語を読み進めてみてくださいみたいな、そういった文章が突然現れます。物語の前半が問題編で、もう最後の方の終盤が回答編という感じの、この二部構成になっているということが特徴です。まさに作者と読者がもう対決するみたいな、作者からはこの謎解けますかっていうことで書かれていて、本当にこの読者と作者の、作者と読者の戦いみたいな、そんな感じのミステリーのジャンルです。僕自身も結構これまで読んできて、挑戦しているんですけど、犯人とかねトリックが明かされて、で実際に前に戻って読み直してみると、そこにはしっかり手がかりが書かれていたり、著者によって巧妙に張り巡された伏線がもうねさっと書かれていたり、そこに気がつくことができずにひたすら悔しい思いをするっていうパターンが多いです。そんな感じで知る人ぞ知る人気ジャンルという感じなんですけど、実は結構作品数は豊富です。読者への挑戦状といえば、本格ミステリー黄金時代に活躍していたエラリークイーン国名シリーズが有名です。そしてエラリークイーン国名シリーズといえば、アリス川アリスさん、こちらの著者デビュー作月光ゲーム Y の悲劇88も実は読者への挑戦状付き。以前書評で紹介させていただいた星入り山荘の殺人や魔法の殺意といった作品も読者への挑戦状付きミステリーです。このように物語の途中で読者への挑戦状がこう挟まれていることによって、物語に登場する名探偵のような気分を味わうことができます。あれこれ推理するのは本当に楽しくて、推理小説のその推理の部分、その醍醐味を味わうことができます。ここまで紹介してきた通り、こんな雰囲気のミステリーなので、頭フル回転でもうどんな伏線もね、手がかりも見落とさないぞっていう感じで、もう思う存分ミステリー小説を楽しみたい、推理小説を楽しみたいという方におすすめのミステリーです。はい、というわけで今回はミステリー小説の人気ジャンルの一つ、読者への挑戦状について解説してみました。ミステリー小説の中でも人気のジャンルですので、ミステリー小説が好きで、特に本格ミステリーが好きだよという方は、こう作品を読み進めていく中で必ず出会うカテゴリーだと思います。皆さんも読んでいて読者への挑戦状、ね、突然来たってなったら、ぜひその事件の真相、犯人などを推理してみてください。これまでクローズドサークル、あとは今回の読者への挑戦状というふうにミステリー用語を解説してきているんですけど、そういった少し分かりにくいミステリー用語ってまだまだたくさんあると思いますので、今後も引き続きそういった用語の解説の動画をアップしていきたいと思います。こういうの知りたいよっていう方、こういうのよくわからないっていう方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。